はい、皆さんごきげんよう。ドクター感触篠崎4丁目校西小岩校の岡部と申します。よろしくお願いします。さて、この動画ではですね、ニューホライズンね、中3のニューホライズンという英語の教科書の、ユニット1のリード&シンクの2番、ね、この英文について解釈をしていきたいと思います。皆さんの定期テストの、ね、勉強などに役立てていただければと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。で、板書はせず極力、ね、テロップを入れて、それで、ね、解説をしていきたいと思います。ちょっと編集大変なんですがね、頑張りますので皆さん見てください。じゃあね、早速1文目からいきたいと思います。 There is a special wheelchair company in Chiba, Japan ということでね、まず there is, there are っていうのは何々がある、人の場合はいる、ね、存在を表す語句です。なので special wheelchair company、 特別な車椅子のカンパニーはいろんな意味を持つんですが、ここの場合は会社って意味ですね。会社ね。なので日本の千葉に特別な車椅子の会社がありますよとね、こういう文なんですね。調べてみたらね、確かに存在するらしく、私オートバイ好きなんですが、昔はね、自動二輪オートバイのね会社だったところ、この社長さんがね、車椅子の開発に力を入れて、今ではこんな感じになっていると今から読んでいく内容ですね。で、次いきます。 It was established by 石井茂幸。石井茂幸っていう人は人の人名ですね、人の名前です。それはこれ千葉のね、車椅子の特別な会社のことを指してますね。 It was B 動詞の過去形、 B 動詞プラス establish っていうのは設立する、何かを、会社とかをね、設立するっていう意味があります。それの過去分詞形になっていて、ご丁寧に by もあるので、ここの B 動詞過去分詞 by、 ここは受け身で訳さなきゃいけないですね。受動態というやつです。受け身です。なのでそれは石井茂幸さんによって設立されましたとね、こういう文でございますね。受け身で訳すってことがポイントになりますね。ガガンボを発見してしまったんですが、とりあえずほっとくわけにもいかないのでちょっと退場しましたね。ははは。じゃあ次いきます。 He himself was a wheelchair user and was not satisfied with ordinary types。本当ね、He himself っていうのがなかなか見慣れない表現かもしれないんですが、He himself とか She herself、 なんとか self っていうのが後ろについている場合、これね、何々自身って意味になります。なので He himself で彼自身ってことですね。彼っていうのはもちろん石井茂幸さんのことですね。彼自身がホイールチェアユーザー、車椅子のユーザーっていうのは使う人ですね。なので彼自身が車椅子を使ってる人でしたとね。で、まだ続いてて、ここの was not っていうのは、動詞なんですが、主語はね、これ he himself、 he ですね。石井茂幸さんは was not satisfied with ordinary types。ここ結構重要な熟語、テストで狙われそうなねものが含まれておりまして、まず be satisfied with、 be satisfied with、 これで何とかに満足するという熟語ですね。絶対覚えてください。テスト出ますよこれね。 be satisfied with で何々に満足するという意味ですね。ところがこれ過去形であって、しかも否定文なので満足しなかったんですね。ね、彼は満足しなかったんです。何に？オーディナリータイプ。オーディナリーっていうのはこれはね、普通のっていう意味ですね。普通の車椅子のこれ種類、タイプね、普通のタイプには彼は満足をしませんでしたと、石井さん自身がね。で、次いきます。 So he decided to design custom made wheelchairs。 ここも大事で、まず So っていうのはこれ接続詞、だからって意味ですね。だから彼は decide to、 過去形になってますが、decide to で、これで何とかすることを決める、決心する、決意するっていう意味ですね。大事な熟語です。だから彼は決心したんですよ、過去形ね、決心したんですよ。何を？デザインっていうのはこれはちょっと読みにくいんですが、デザインするって動詞で使われてます。
デザインすることを決心した。何を？カスタムメイドっていうのは、これはよくね、オーダーメイドシャツとか聞いたことありますか皆さん。私ね、体大きくてね、普通の紳士服のね、店に行ってもね、サイズがないので、たまにね、こういうワイシャツとかをカスタムメイド、オーダーメイドしてます。何かっていうと、カスタムメイドっていうのは、注文して、売ってるものじゃなくて特別に注文をしてですね、それで作ってもらうことですね。それをカスタムメイド、オーダーメイドと言います。ね。なので、注文して作る車椅子のをデザインすることを決めたってことです。もう一回言います。だから彼は、注文して作る車椅子をデザインすることを決めたと。こういう文ですね。要は、彼自身が、今あるね、車椅子に全然普通のタイプには満足してなかったので、じゃあ、作ってしまおうと。そういうことなんですね。で、次いきます。They were lighter, stronger, and sportier. というね、比較級の3トリオ、ね、が並んでおります。この They っていうのは、カスタムメイドホイールチェアーズね、注文商品の車椅子っていうのを指してますね。それらはライト、これね、重さが軽いって意味ですね。ちょっと私願望が出てしまいましたね。体が軽くなりたいみたいなね。そう、ライト、軽いね。で、ストロングはこれ強いって意味です。強いね。で、スポーティーっていうのは、これは、なんていうのかな、スポーツで使えるみたいなね。そう、スポーツで使えるとか、車椅子なので、車椅子でスポーティーって言ったら、なんか、スピードが速いとかね、そういう意味なのかなっていう感じですね。スポーティーって意味ですね。なので、それらは、より軽く、より強く、そして、よりスポーティーですよ、と。こういうことになります。ね。次いきます。国枝慎吾 and 上地結衣 use his company's wheelchairs in their matches. ここはそんな難しくないね。国枝慎吾選手と上地結衣選手は彼らの試合ね、マッチ、試合の中で中で、彼の、これは石井さんがね、彼の会社の車椅子を使いますという意味ですね。もう一回いきます。国枝慎吾選手と上地結衣選手は彼らの試合の中で彼の会社の車椅子を使いますと。そういうことですね。で、こっち行きます。These athletes show the world that wheelchairs can be functional and stylish. ということですね。These athletes は、これらのアスリートね、これらのアスリートの方々は、show the world that っていう形になってます。show the world that 以下、これで、世界にざっと以下ということを示すという意味になりますね。小は小 AB で A に B を示すという意味になります。ね。それ結構大事なので覚えておいてください。なので、世界にね、これらのアスリートというのは世界にざっと以下のことを示しますと、示しているんですよ。こういうことですね。じゃあざっと以下何を示しているかっていうと、wheelchairs can be functional。ファンクショナルは機能的なとか実践的なって意味がありますね。で、実践的でスタイリッシュっていうのは、日本語にもね、なっていますが、なんかおしゃれとかね、スタイリッシュなってそういう意味があります。なので、これらのアスリートの方々は、世界に車椅子が機能的、実践的、実用的で、おしゃれ、スタイリッシュであり得るということを示しているということなんですね。車椅子、足にね、ちょっと障害をお持ちの方が乗り物ということだけではなくて、もちろんそういう役割もありますよ。そういう役割もあるんですが、やっぱり機能的、実用的でね、おしゃれだと。ね、そういう側面も車椅子っていうのは持ち得ますよっていうことを言ってますね。じゃあ次です。Athletes tell the company that wheelchairs are like part of their bodies. ここも実は、このテルね、このテルは、この章と同じ文の形をしています。難しい言い方で言うと文型って言うんですが、中学校ではあんま出てこないね。だけど同じ形であるってことを認識しといてください。この章とテルね。どういうことかっていうと、テル、ザ・カンパニー、テル・ AB だね。テル・ AB で A に B を伝えるとか話すって意味があります。
小 AB は A に B を示すとかね、そういう意味があったよね。テル AB は A に B を話す、伝える、言う、そういう意味がありますね。なのでアスリートの方々はその会社にざっと以下のことを伝えていますよ、こういうことなんですね。ざっと以下何かっていうと、ホイールチェアーズアーライク、このライクはもちろん好きではなくて、なんとかのようなって意味です。なので車椅子というのは彼らの体、バディーズ、体の一部のようなものですよと、そういう意味なんですね。もう一回いきますよ。アスリートの方々はその会社に、車椅子はね、彼らの体の一部のようなものなんですよということを伝えていますと、こういうことになりますね。もうただ乗り物じゃなくて、やっぱ足の不自由な方はね、車椅子と一つで自分の体ということを思ってらっしゃるわけですね。で、次ですね。 So the staff members listen carefully to their opinions。 だからスタッフメンバーはそのままでいいかな、ね、その会社のスタッフメンバーね、会社のスタッフのメンバーの人たちは彼らのオピニオンっていうのはね、意見って意味です。意見ね、彼らの意見をリスントゥ何々で、リスントゥ何々で何とかを聞くって意味なの で、しかもケアフリーっていうのがね、注意深くって意味なので、だからその会社のスタッフのメンバーさんたちは注意深く彼らの意見を聞きますよと、ね、そういう意味の文でございます。次です。 They use technology to make the best wheelchair for each athlete。彼らっていうのはこれ多分スタッフメンバーさんだね、会社のスタッフメンバーさん、彼らは use technology なので技術を使うっていう意味ね。でここ不定詞が入ってます。 to make、 これ何とかするためにっていう副詞的用語の不定詞です。なので彼らはeach、 それぞれのアスリートの方々のために最も良い車椅子、またはこれね、それぞれのアスリートの人たちにとってって訳してもいいかな、そっちの方がいいかな。なのでそれぞれのアスリート、ね、の人たちにとって最も良い車椅子、 The best はこれ最上級ね、 good の最上級、最も良いって意味です。最も良い車椅子を作るために技術を使いますよっていうことなんですね。もう一回いきます、和訳いきます。彼らはそれぞれのアスリートにとって最も良い車椅子を作るために技術を使うんです、こういう文なんですね。でもう一個ポイントがこの文ありまして、 each ってそれぞれのって意味なんですが、気をつけてください、後ろ単数形が来ます。これね、複数形と間違える人がいるんですが、 each は each プラス単数名詞と覚えておいてください。だからここアスリートになってないよね、単数のアスリートってなってますね、ここ気をつけてくださいね。じゃあ次、最後の文かな、これでね。 Technology is supporting more and more athletes around the world。 まずテクノロジーは技術だね、技術は is ing と来ているので、ここ現在進行形だね。サポートは支援するって意味なので、テクノロジー、技術はね、支援しているもう真っ最中なんです、支援しているところなんです。何を more and more で、これ比較級&比較級っていう重要な文法なんですが、ますますとかだんだんなんとかって意味です、ね、で more っていうのはこれは目にたくさんのの比較級なので、ますます多くのアスリートをっていう風になります。 more and more athletes で、ますます多くのとかだんだん多くのアスリートをってなりますね。で、Around the World、 ぜひ覚えてください。 Around the World は世界中のって意味です。世界中で、世界中のって意味なので、この文どういう意味になるかっていうと、技術っていうのはね、世界中のますます多くのアスリートを支援している、もう真っ最中なんです、支援しているところですよ、こういう意味になります。はい、ではね、この辺でユニット1のリード&シンク2、これをね、解説を終わりにしましたので、この動画はここで締めさせていただきます。では皆さんお疲れ様でした。失礼します。